気をつけ、レイ、そりゃーしなんて言えばいいか分かんないですからね。難しいな、ここ難しいんですけど、僕たちホワイトエクスプローラーズ、今日は、はい、ノースジャンボスタジアムに来ております。はい、というのもね、僕ら見てもらった通りユニフォーム姿なんですけれども、いや散々チラ見せしたこのユニフォーム ねようやく結構じらしてますけど、そうですね、やっと仕事になりそうだとありがとうございます。まあ日頃からね BB ラフターズというクセ球チームで僕らの試合などしてるんですけれども、はいはい、今回ね、やっぱりアーティスト活動の他に野球を絡めて、ね、うん、野球のファンの方、そしてホワイトエクスプロージョンのファンの方にもっともっといろいろな形で楽しんでもらいたいということで、はい、ここに来たんですよ。そうです、本日ここはですね、あの、うん、S スポーツベースボールアカデミーという野球教室があの日頃行われているんです。はい、そこに本日僕ら見学をさせていただきますね。しっかり見て学ぼうかと。いやしっかりね、貪欲に行こう、ね、15歳以下から学ぶ、学ぼう。そうです ね、まあでもしっかり見学しつつ、うん、やっぱちょっと行きたいですよね、僕らも。せっかく見たよ、邪魔しちゃダメだよ。邪魔しね、みんな真面目に練習してんだから。そうだよ、ね、またもちょっと行けたら行きましょう前向きだね、そうだね新体制だね、はい、というわけでね、早速見学行ってみたいと思います。思われてる方、元プロ野球選手とキャッチボールしてますからね、今日も。お金払わないとできないですから、本来。はい、見学の予定だったんですけれども、がっちりやらせていただきました、杉山さんのご好意で、はい、もうめちゃくちゃ野球楽しませてもらった。本当こんなに笑って野球したの久々かもしれない、正直。もうね、伝わってると思いますけれども、そうだね。そしてね、あの S スポーツベースボールアカデミーのね、はい、生徒の皆様もすごい野球上手で、いやすごかった ね、もう U15、うん、中学生とかね見させてもらったんですけど、もう勝てないもんね。なんか怪しかったもんね、もう勝てない、なんか馴染めそうだったの、ちょっとね、うるせえな、ごめんなさい、そうですというわけでね、引き続きこう野球をね、いろいろいろんな形で、うんうん、皆さんに楽しんでいただけるようにとかいろいろ考えていきたいと思いますので、引き続き、ホワイトエクスプローションの野球部楽しみにしてください今日の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。野球最高。